今のメンタルではかつて J1 で優勝争いしていた頃のようなポジションでは望めない。さあ抜けた船山、チャンス中クレーベ、船山だ。ここはスライディングよく戻りました。平よく平の方をカバーしました。堀米のアウトスイングのボール、高いボールファーサイドへ飛んできた、うん、シュートだ、浮いたボールボレーシュート。点が取れるようになってきた、それも複数得点であったりとか、はい、そういう形で一方の千葉というものはメンバーも固定されつつやることというものが守備の位置にいてもそうなんですけども、佐藤浮かせてチャンス、小池だ、右のスペース見逃しませんでした。佐藤雄平スッと抜けた小池左足、ギャップが生まれてそこをうまく使いましたね。山下を狙った少し浮き球のパス、藤田がカットしてもう一度ベルディマイボール、前を向いて小池ミドルシュート、ーキーパー狙いすましたミドルシュート、いいシュートでしたね。ここは少し寄せが甘くなったところで思い切って狙っていきました小池です。枠を捉えています。裏を狙う森田、一旦山本に預けます。マイナス戻してここに佐藤雄平、佐藤ミドルシュート、キーパー、ここも少しボールが動く難しいシュートですが新井翔太しっかり対応しました。緩かった分スペース見つけて打ちました。得意の向かい点ですよね、山本、森田の前でカットしたアランピネイロ、体を入れてネット、ちょっとここはボールが落ち着きません。あ横パスさらって佐藤雄平前向いたミドルシュート打たない、中に流してチャンス藤田だ、先制東京ヴェルディ69分、最後はゴール前3列目から入っていきました藤田。ここでまあプレスに行ってこのクリアボールを引っ掛けるんですけれども、ここでスペースがあるので打つと思ったらパス、井上のパスですよね、少しモーション的には藤田の逆だったんですけれども、はい、ワンタッチでよくシュートコースまで運びました。あとフィニッシャーをついてコース狙いました。田口から裏、為田を走らせるチャンス、為田これは持ち上がって、為田中に入れてクレーベだー、いやーゴールか、ジェフ同点83分、為田のスピードが行きました。今後2枚でカバーしたんですけれども、そこぶっちぎりましたね、まあ、藤田がここ行くんですけども、そこも剥がして、最後はおそらく平のオンゴール。オンゴールというよりもここどうでしょう、クレーベに渡ってんじゃないですかね、これ。ああ最後当たりましたか、はい、さらに今度は川又落として田口、田口ここは森田が戻ってよく見ます。さあまたここでカウンター、佐藤、佐藤です、佐藤センターへ藤田落として森田、森田のシュート、ワンタッチあってコーナーキックに変わります。そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル。藤田のゴールで先行したヴェルディ、そしてクレーベのゴールで追いついたジェフユナイテッド千葉。今シーズンの両チーム2度目の対戦は1対1のドローゲーム、勝ち点1を分け合う結果となりました。